こんにちは、さあやです。こんにちは、ゆうやです。今日はですね、弟にですね、久々に今回またね、メイクをしてもらおうと思うんですが、今回はですね、条件をつけました。その条件はというと、題して、5分で弟にメイクしてもらったらどんなメイクになるのか。そう、5分間メイクチャレンジってあるじゃないですか。で、私も以前やったことあって、まあ、うん、とりあえず外に出かけれるぐらいかな、みたいな感じの仕上がりになったんですけど、実際にゆうくんにメイクしてもらうっていうのも何回かやってるじゃないですか。それで、5分でメイクをしてもらうっていう制限をつけたら、どんな感じになるのかっていうのをやっていきたいと思います。できると思うけど、顔が変になるかもしれない。いやー、それは困ります。で、今回は5分っていう風な制限があるので、ドレッサーからね、ちょっといろいろ選んでもらっちゃうと、それだけでも時間がかかっちゃって、選んでる間にもう終わりっていう感じで、ちっぽんあり。ね、なる可能性もあるので、ちょっと今回コスメはですね、私が選びました。選んだコスメはこんな感じになっております。チークとアイシャドウとリップだけは、ゆうくんにね、選んでもらった方がいいかなと思ったんで、いくつか用意しました。こんな感じでーす。自分が思ったもので5分の制限の中でお姉ちゃんをね可愛くしてください。準備はいいですか？はい、それでは行きます。5分間メイクスタート。それやんで、それやんで。じゃあお願いします。先にまあリップからやりましょうか。リップから、はい、お願いします。その色を選んだのね。わかんない、まあ、なんか可愛いかな。結構時間ないから5分って急がないね。やばいよ。ねえ、こういう結果は俺口紅こうやってかけやす。まだ何もしていませんが、30秒経ちました。これでいいや、可愛い色だからこれでいい。こうやっていった方がやりやすい。手ぶりぶりでも手が震えてくるから。めっちゃ手震えてんじゃん。あ、かわいい。見ちゃダメだよ。え、見ちゃダメなの？ちょっとだけ教えていい？あ、そう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 。そこ開けるの。開いた。結構ギュッてやらないとつかないかもしれない。OK。あ、そうそうそう。え、ついてると思う。冷たいから。待って、めっちゃ汗。ちなみに時間は今。3分。は ?3 分、うん、あと、今ね、残り時間3分。今2分か。今のあと。結構時間ないじゃん。急がなきゃ。顎にもちょっと塗っとこう、ちょっと。濡れてるかな、多分。多分あんま濡れてないと思うけど、濡れてなかったね。もうファンデーションは別にいいね。ファンデーションはすごいハベニがついてる。見ないで、見ないで。おとわりにしてあるかなと思って。じゃあもう見ないとくね。うん、一回見てみ、自分の。かわいいじゃん、ピンクでいっぱいで。ちょっとかわいいじゃないの。1分50秒なっちゃった。アイちゃん、アイメイクやってないじゃん。アイメイクって何？アイ、あ、あ、あ、めこれか。怖い、それ。どこにあるの？自分で考えた。まつげが、まつげだ。多分まつげになるものだ。すごい痛い。でまつげになるものでしょ。でもすごい痛い。こうやって歌が入れすくなぁ。すごい痛い。ねえ、引かないで。だって痛いんだもん。優しくして。 OK、 痛あ、目の下、目の下、目の下ね、お姉ちゃんの好きなやつね。めんどこ強い。なんかこの色で目開けて。目の中に入れないもん。僕がその辺もすると思う？怖い。薄が色。え？色なんですか。どう、かわいい？
わかんない今魔女っぽくじゃん。なんでやねん可愛くしてよ。見てみじゃん。ねえ本気でやってる？本気でやってるよこれは何なの？この色はない。あと13秒。眉毛が、眉毛じゃないの？それでいいよ。ねえ使えへんだけど。あれなんか時間ならなくない？まだあるんだ。あ終わってた。ちょっと待って、終わってた。なんでならなかったんだろう。よし、OK。お休みタイムにしてたからかな。はい、というわけで5分メイク完成。ちなみにこの間メイクしてもらった時は可愛いけど大人だぞっていうメイクだったじゃないですか。もう一回、もうちょっと可愛く。あーそうだったね。可愛いけど大人だぞっていうメイクだったじゃないですか、うんうん、そうですね。まあ許したいよ、はい、で今回は悪魔だけど一応魔女だぞみたいな。悪魔だけど一応魔女だぞって、それ全然悪い方にさなってない。ちょっと悪い感じ。悪魔だけど一応魔女だぞ。どうですか？まあいいや。OK ですか？スプラトゥーンみたいな感じになってるよ、リップ。インクこぼしたみたいな。5分の中では、ゆうちゃんなりに頑張ったかなとはまあ思うんですけど。いや、めっちゃ頑張ったよ、多分。うん、じゃあ3分でやってよ。3分？うん。そんなに言うなら。3分でできたら、まあ僕の負けでいいよ。このメイクは勝てると思うよ。3分でどんだけ早く知ってる？何のメイクやってると思ってる？で、